ボシャボシャ。うす、今日ですね、ニレッケ焼き持ってきました。こちら。ダダンと。ホームセンターで買ってきたニレッケ焼きの頭の部分を取り消した素材となっております。だいぶね、ホームセンター感もなくなってきたなと思ったんですけど、ちょっと目を離した隙にこんなことになってたんで、切り戻してあげようかなと思って持ってきました。で、もう一本ですね。これはホームセンターのニレケ焼きの頭を取り木で取ったもので、その土台の部分からさらに取り木で取ったものがこちら。で、こっちは、今、でかい傷。ここが、この傷跡が、これがついてた場所ね。ここについてた。ここに。で、こいつも取り木で取ったもので、今頭伸ばして、徒長させて、この傷巻こうとしているところ。で、頭がね、こう、二股に、V に分かれてて、こう伸びてるんで、まあどっちか片方落としてもいいんじゃないか。こっちが太いんで、こっち落として、こっち残して、こっちの落とそうかなと思って、持ってきました。あとは中の細かい手入れですね。なかなか落ち着いてきた感じしますね。うん。ここやっぱここ正面か。うん。少しずつ落ち着いてきた。足元が。いい感じ。はい。この2本ですね。今日は手入れしていきましょう。まずはこいつからやっていきます。まったりとね。いや、ほとんど骨格というか輪郭みたいなのはできてるんで、あんまりね、この徒長した枝を一節も残さないっていうパターンが、一節も使えないっていうパターンが多いんですよね。あんまり使える枝が伸びてこない。本当にこっからはね、地道な枝作りですね。ただニレケヤキさん、なかなかね、いろんな方向に枝生えてくれるんで、そこはありがたいですね。すごくありがたい。いろんな方向に生えてくれるから、このどこを残すかでね、どこを残すか、違うな、いろんな方向に生えてくれるから選択肢が多くていいんですよね。本来であれば、なんだろう、決まった方向に向いて伸びててくれた方がやりやすいっていうのはあるんですけど、整えやすいっていう意味でね、やりやすいのはあるんだけど、ある、このなんて言ったら、がっつり変な方向を向くんじゃなくて、その許容範囲内で角度をつけて変いろんな方向に生えてきてくれるっていう感じなんで、この必要だったら残せばいいし、不要だったら落とせばいいし、その取捨選択ができるんで、僕はすごい作りやすいですね、ニレケ焼き。個人的にはすごく作りやすい部類に入るんじゃないかなと思って、枝作りしやすい。これうまく伝えられないな、なんて言ったらいいんだろう。とにかくね、枝作りしやすいです僕はですけど、皆さんがどう思ってるかちょっとわかんないですけど、聞いてみたいな他の人の意見。ニレケヤキの枝作りが他の樹脂に比べて作りやすいかどうかっていう観点。僕は結構作りやすい部類に入るんじゃないかなと思っています。しかも、ね、強靭だからさ。生命力が、樹勢が。なんて言うんだろう。
よっと。樹勢が強いから、ガンガン伸びてきてくれるんですよね。で、こっちもガンガン追い込む。で、その繰り返しで形を作っていく。っていう感じなんで、早い。他の樹種に比べると、枝ができていくスピードが段違い。なんとなく切り戻しは完了しました。よし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 。あとは細かいところですね。細かいところちまちまと直していきます。はい、一旦こんな感じで細かい手入れも完了しましたよと。こういう感じね。少しここ空いてるね。まあいいか、見やすいから。うん、ダンとこういう感じでございます。いやー、なかなか枝も詰まってきたんじゃないでしょうか。感じ姿もまた楽しみですね、ここまで来ると。あとね、気になってるのは奥のこの枝、この枝少し、ね、横にピンってなってるんで、もうちょっと下に下げるなりなんなりしてあげたいなといったところで、あとね2本ここ枝下げてるんですけど、あんま効いてないですね。このもうちょっと下げたい、この枝、このこいつが引っ張ってる ここの枝、これもこの枝、もうちょっと下げてやりたい。微調整はまだまだ必要ですが、うん、いい感じに育ってきたんで満足です。はい、 OK、 次行こう。はい、次こいつは簡単です。こっちを落とすだけ。V字に伸びてて、ほら邪魔なんで、これだけ残してこっちは落とします。ドン。あとこの辺も使い道ないんで落としちゃいます。で、下の方に光が当たるようにしといて、で、この辺もちょっと邪魔なんで落としちゃう。もっと上に伸びていってください。よっと。はい、こんな感じで、ね、こっちを枝で、下がこうと。あと、ざっくりと、ここ、剪定します。はい、ざっくり剪定完了。ちょっとね、短くしときましたよと。二列ケヤキね、本当に生命力強いのがありがたいですね。いい感じのボディに少しずつ枝が揃ってきたんで、まあ、まだまだ足りないですけどね。足りないけど、少しずつは揃ってきたんで、こんな感じでね、徐々に増やしていければなと思っております。はい。OK。今日はですね、2本のニレケヤキ、ホームセンターで買ってきた、もともとは1本のニレケヤキから作った2本のニレケヤキの手入れが完了いたしました。またすぐギュンギュン伸びてくると思うんですけどね、都度手入れしていければなと思います。では、そんな感じで本日の作業は以上です。